はい、アトラスです。今日はですね、ちょっとうちの方でいつもこういう風にしてテストしてますってことで、まあいつもこれぐらい、まあ向こうの倉庫の方にもっとたくさんあるんですけれども、うちの場合はですね、こうやってテスターに、つけてお金を通してこうやってテストしてます。まあ一応中身が見えるようにですね、こうやって側を外して。ちょっと見せてますけれども、まあこの辺でですね、異音がしたり、ちょっと調子が悪いなっていうところをテスターでこうやってつけながら見て、で、実際に不具合があれば修理してます。もちろんですね、一応全部搬送ベルトとかは変えてますので、まあこの辺を変えた後にこうやってテストしてます。まあ、よくあとあるのがですね、1万円と5000円、この収納の部分でですね、ちょっと引き込みが悪いとか、そういうのもちょっとテスターで、こうやってセットしながら、よく観察してお出ししてます。はい、問題ないですね。こうすることによってですね、お客様の方にお出しするときに、まあ、故障がないとかですね、あと返品がないように気をつけてお出ししてますので、はい、これをですね、もう繰り返し、50回は通してお出ししてます。はい、もともとはですね、機械につけて両替機につけてやってるんですけれども、まあ、こちらの方がより全体的にですね、悪いとこ見やすいってことで、当社のですね、エンジニアの方からちょっとテスター作ってもらって、今ずっとこうやってチェックしてますので、かなり、精度がいいですね、故障の少ない、入金ユニットが出せると思います。はい、いつもこうやってテストしてます。